さん、足首をしっかり入れておくこと、でターンとターンの間に、スライド、足をランニングさせるようにすることによってニュートラルをしっかり作った状態で次のターン始められるのがいいですけど、人がいて難しかったですかね。あ、いいじゃないですかね。